経営理念にやっぱ食するとは命、生命をいただき生命を移し替えることというふうな表現があるということなんですが、はいはいはい、この心についてちょっと教えていただきたいんですけど、はいはいはい、この言葉はね、はい、うちの祖父だったか父だったかがちょっと言葉は違ったかもしれませんけど、やっぱそのようなことを言ってましてね、はい、かまぼこって一本のかまぼこに魚が何匹も使うんですよ、はい、6匹から10匹ぐらい。そうですそうです、はい、ということは1匹1匹にはもともと生きてて命があるわけですから、はいはい、その1本のかまぼこにはもう本当にね6つも7つも10個もその命が移っていくわけですよね、はい、だからそれをどう考えていくかって、その命をいただくことであり、そうですね、命を移していくこと、そうですね。私は、まあ、特にあのかまぼこの場合はお魚の形からものすごく変化しますよね、はい、かまぼこって で、ね、でも、まあ、その変身をしててもやっぱりそこには何かね、あの目に見えないエネルギーがこう移せてるっていう考え方を持つと、大切にしなきゃいけないことは何だって深く考えるようになりますでしょ。そうですね、そうですね。その中でそのお父様から受け継いできた言葉の一つに、かまぼこを毎日食えと、まあ、これはあの言葉でいうと言明ですよね。言明言明言明。じゃあ一度や二度じゃないわけですね。何他のことしなくてもいいけど、これだけは絶対やれっていうね、そういうことですよね。毎日食べなさいと。そうですから私も今、まあ、前の日に作ったものですけど、はい、それがまあ何十種類か一切れずつ、はい、私の前に出てきますから。朝一番でですか、まあ、会社に来たら。だいたい会社に来るとですね、はい、まあ、昼前にはとにかくドーンと来るわけですか。まあ、それ全部お皿の上に全部乗っかってきますから。乗っかってくる、はい、そうですね。だからですね、50種類は最低、うん、一切れずつ一切れずつ、はい、はい、それ全部こう口に入れて味見をして、うん、全部飲み込むとお腹いっぱいパンになっちゃいますから、はい、味見だけですけども、それはもう毎日必ずやりますから。それがどんな役目を果たすん、はい、魚のっていうのは毎日変わりますでしょ、はい、身質が、はい、大きいのも小さいのもあるし、はいはい、それから卵を産んだり産まなかったり、はい、それで肉質って変わりますから。確かに。だから毎日作るかまぼこって絶対違うんですよ、はい、それお客様に分かっちゃダメですよ、うんうん、だから我々には分かる、プロとしてですね、分かるブレっていうかばらつきっていうか、うんうん、それをいかにやっぱり日々軌道修正していくかっていうね。例えば 水さらしをの、ええ、少し程度を少し、控えるとか抑制するとか、はいはい、練り方をちょっとこうするとか、あと蒸す時の温度をね、はい、1度上げるとか1度下げるとか、そういう微妙なことで日々作るものを一定化させていくとかなんですね。それをこう食べてそこは分かんないとダメですよ。あ、これはちょっとそのすり方がちょっと的に外れてるなとか。なるほど。日々社長がその試食して何かコメントを残すわけですか。うん、必ず。それは季節ごとにこう身の魚の身質が変わるから、そうですずっと年がら年中やっぱりやり続けなきゃいけないわけですね。そうです。だからそういう面ではやっぱりこう商売の大きさっていうのはやっぱりこう限度がありますね、うん、それができるように、うん、それ当然次の9代目になられる時も社長はそれを厳命するんですか。そうですね、それだけはやれと。やれと。社税にその老舗にあって老舗にあらずというですね、パッと見こう相矛盾するようなですね、言葉を掲げていらっしゃるということなんですが、これはこの言葉は私の祖父が、はい、私が若い時に何か万年筆で書いたそのメモを置いとか言って僕に渡したんですよ。新鮮にあって新鮮にあるって書いたものを、なんか自分思いがあってね、そういうの書いてたんでしょうね、はい、それをこんななんかメモ用紙でね、はい、渡してくれて、はい、でそれをまあいつか、まあ、もうそもそも亡くなった後の話ですけど、はい、シャゼってもう一回定めてみようねっていう機会があって、あ、その時にうちのじい様がこういいこと言ってたねって、これを使わせていただこうと思いましたね。その心は伝統と革新っていうことだと思うんですよね。だから、はい、古いこと伝統もきちっと重んじなさいと、はい、そして日々革新を忘れちゃダメよみたいな、
まあ、表裏一体の言葉ですけど、なるほど、伝統で変えちゃいけないこと、うん、あと変えていかなきゃいけないこと、うん、それぞれ例えばどんなものがあるんでしょうか。うん、例えば、まあ、技術で言ってもですね、はい、やっぱりそのかまぼこを作っていく上で、はい、その基本になるその技術ってある、はい、これは絶対に守んなきゃダメって、うん、これは外しちゃダメって、うん、これは原則通りやんなさいっていうこともあるでしょうし、うんうんうん、それから例えば製造機械なんかに関してはね、その原理原則にあっても、はい、練る機械にしても蒸す機械にしてもですね、うんうん、そのやっぱ新しい技術をどんどん入れて、より安定したものができればそれはいいわけですから、確かに確かに、どんどんその技術革新をしろということで、なるほど、うちの父も祖父も結構そのあの当時としてはそういう新しい機械を導入して使いこなせるようにしたりとかですね、随分やってましたですね。なるほど、はい。